前回まではマーキングシールね全く貼ってなかったんですけれども、今回ね、こんな感じに、全て貼って、僕ねこのフィンファンネルを接続すると左側にねちょっと寄っちゃいますよねっていう話ね、重心がこっちに左に向くのでなんとなくこう左にね傾いちゃいますよねっていうあの話をしてたんですけれども、やっぱちょっと、こう多分ねまっすぐってねこのくらいなんですよね。こんな感じ、これだといいですね。これだと OK で、あとはシールドもジダンです。リアルグレードニューガンダムの制作、こんな感じにね、せっかく組み立てていた、ニューガンダムなんですが、各ね、パーツごとに、バラしてしまいました。で、この状態で、今回はこのトップコートの艶消しですね、こちらを吹き付けて、その後で、今度はこちらのウェザリングマスターの F セットですけれども、こちらを使って、少しね、色をつけて、パーツ一つ一つにこう立体感をね、つけていこうかなと思います。それでこの、トップコートをね吹き付ける前に、気をつけておかないといけないのが、この、ね、光沢がある部分なんですけれども、ここの部分は今ねシールを貼って非常にね光沢がある状態になってます。で、このまま、トップコートの艶消しを吹き付けてしまうと、この光沢はね、なくなってしまうというか、光がね、若干ね、鈍くなってしまいます。で、僕自身はこの光沢をね、どちらかというとね、この光り方をちょっと抑えたいと思っているので、このままバッとね、トップコートの艶消しを吹き付けますが、もうこの光沢をね、残したいという方は、まあ、トップコートの艶消しを吹き付けた後でシールを貼っていただくか、それかもう、あの、シールを貼ってしまっている場合は、ここをね、マスキングして、ここに、こちらのね、トップコートがかからないようにして、吹き付けないといけないですね。で、こういったところはね、まあ、好みの問題でもありますので、こうしなきゃいけないっていうことはないですが、僕はガンプラがね、あまりこう、テカテカするのがね、好きじゃないので、まあ、こういった部分もですね、ここの、緑色にね、こう光ってる部分とか、頭のパーツの目の部分とか、メインカメラの部分も、もう構わずね、トップコートをね、吹き付けていきます。トップコートを吹き付けたからといって、この光沢の部分が全くなくなるわけではなくて、若干明るいかなと、他の部分に比べて若干明るいかなというぐらいに違いはね、出てくれますので、そのぐらいのね、雰囲気が僕はいいかなというところで、まあ、マスキング等をね、一切せずに、全体的にバッとね、吹き付けていきます。それでは作業をやっていきます。で、一箇所にね、ブシュッとならないように、全体的に薄く吹き付けていきます。トップコートの吹き付け完了しました。それで、この光沢があったね、足の横の部分、艶消しになって、光沢がね、なくなったような感じですが、光が当たるとね、ちゃんとこう反射してくれる、先ほどはね、テカテカした感じでしたが、今はね、まあ、アルミのね、こう輝きのような感じがして、この感じがね、僕は結構好きです。で、この後は、こちらのね、ウェザリングマスターの F セットですね、こちらを使って、まあ、ほんの少しだけ、色をつけていきたいと思います。それではね、色をつけていきますけれども、僕が使うのはね、この真ん中の、ライトガンメタルだけですね。このライトガンメタルを、まあ、パーツのエッジの部分にほんのり、今回は、まあ、いつも以上にほんのりした感じに、仕上げていこうかなと思います。特に白いパーツはね、この辺の凹凸が分かりにくくなってますので、ここにね、ちょっと色をつけて、若干パーツの凹凸を強調していきます。今ここの部分ね、ちょろっと色をつけたんですけれども、こうやると、ここのね、形状が分かりやすくなりますよね。輪郭に色が入ったような感じで、まあ、パーツのね、形状がはっきりしてきます。ちなみに反対側は色をつけてないので、のっぺりした感じになってしまってますよね。こちらも同じように色をつけていくと、まあ、ほんの少しではありますけれども輪郭がはっきりしてきます。で、あと紺色の
部分もあまりねくどくならないようにほんのりと色をつけていきます。あのシールを貼った部分はね、あのシールの上をガッとこすってしまうとシールの凹凸を強調してしまうことになりますので、シールの上はガッとこすらないように、まあ色をつけるとしてもこうポンポンとこうね、こうちょっと色をのせるっていう感じで、できるだけマーキングシールの部分は避けて色をつけていきます。シールドの部分もね、この辺の凹凸をはっきりさせていきたいので、少しね色をつけていきます。ウェザリングマスターで着色して、再度組み立てました。で、こんな感じになりました。やっぱりニューガンダムかっこいいですよね。で、ウェザリングマスターでの着色はもうちょっとね、おとなしめにするつもりではあったんですけれども、やってたらね、楽しくなっちゃって、そこそこしっかりとね、色をつけた感じですね。腕とか肩の部分も、あと後ろのね、フィンファンネルの部分もしっかりとね、凹凸がわかるようにパーツのエッジの部分に色をつけてます。それからこの腰の部分とか足の部分も、まあ、色がついてるなという感じにね、そこそこわかるくらいには着色をねしてる感じですね。で、今回のね、リアルグレードのニューガンダムは、サクサクっとね、まあ、リアルグレードというところもあって、まあ、サクサクっと組んでもそこそこかっこよくなるだろうなと思って組んでみたんですけれども、想像以上にね、かっこよくて、これはね、もうちょっと手間をかけて作ってみてもよかったなというふうに思ってます。なので手が空いたらね、もう一体買って、今度はね、塗装して作ってみるっていうのも面白いなと思ってます。ABS 樹脂のね、パーツも少なかったですし、ここまでね、しっかりと、パーツが分かれてくれてたら、マスキングする手間もね、そんなにはないので、そこまで手間かけずに全塗装ができて、さらに全塗装すると、クオリティもね、またガッとね、上がりそうというか、自分好みの、ニューガンダムにね、なりそうなので、そのあたりね、挑戦してみるのも、面白いと思います。で、今回の動画で使ったのがね、このウェザリングマスターと、トップコートなんですけれども、ウェザリングマスターはね、まあ、ほとんど減ってないような状態ですね。で、トップコートに関しては、まあ、3分の2ぐらい使いました。で、中身が外側からわからないので、本当に3分の2かどうかはわかりませんが、まあ、1本使い切らないくらいですね。で、いつもみたいにパーツ一つ一つに、このトップコートをかけて組んでいくっていう方法であると、多分ね、トップコートを3本ぐらいね、使ってたんじゃないかなと思います。この、リアルグレードのね、ニューガンダムのパーツの数であったらそのくらい使ったかと思いますが、今回はね、大雑把に、まあ、足の部分とか腕の部分とか肩の部分とか胴体の部分っていう形で、トップコートをね、吹き付けましたので、いつもの量の3分の1以下ぐらいには抑えられたんじゃないですかね。で、パッと見なんですけれども、つや消し具合に関しては、そんなにね、気になる、ね、ここがつや消しになってないなっていうところはなくて、
まあ、全体的にねパーツ一つ一つにトップコートを吹き付けた時とそこまで変わらないクオリティで、できたんじゃないかなと思います。でウェザリングマスターでの着色も、こうね、パッと見はいつもと変わらないぐらいにね、着色できてるんですが、やっぱりもう組んでしまってますので細かいところにあのスポンジがね届かなくて色が一部濡れてないところもあります。ただ全体でパッとねこうやって全体で見るとそんなに気にならない感じなので、いつもよりトップコートとね手順は省略しましたけれども、クオリティに関してはまあいつも通りですね、トップコートとウェザリングマスターそして墨入れっていう形で仕上げてる僕が作ってる感じになってくれました。まあまあこのねリアルグレードのキットそのもののかっこよさも相まっていい感じにね、思った以上にいい感じに出来上がりました。で次回ももう一本だけ、このニューガンダムに関してのね、動画を出そうかとは思ってるんですけれども、その中でこのバズーカとかね、ビームサーベルとか今回装備させてない、パーツね、武装も装備させて、まあ、いろいろなポーズをとって、その、まあ、様子をね、動画にできたらなと思ってます。で今まで、何本もね、動画を出してきましたけれども、今回の作業でこのトップコートと、ウェザリングマスターとあと墨入れ塗料を使った、リアルグレードニューガンダムの制作はね、終了となります。最後まで動画にお付き合いいただいて本当にありがとうございました。